相手はたった一人だ。かかれ！侵入者だ！排除しろ！お遊びはおしまい。ジーク！この裏切り者め！さあ戦え！破滅の道を選ぶというのか！弱点見抜いたり。気をつけて。フランツを頼む。こいつらは俺が相手をする。フランツ急げ。あと少し、1分待ってくれよ。みんな無事か？タイムエンジンは見つかったのか？サーガはタイムエンジンを持ったまま要塞の最下層に隠れている。アイダの子はすでに地下に通じる道を全て閉鎖した。このグリーンルームのエレベーターを使えば直接要塞の最下層に行ける。だがその前に制御室でエレベーターの動力を再起動させないと。サーガは俺たちの動きを読んでいるはずなのに、ここの防備は手薄だ。どうも妙だな。罠だとしても飛び込んでいくしかない。すまんな。もっとマシな方法で歓迎するつもりだったんじゃが。しまよったのか。やめろ。ジーク、ハンクはお前を誇りに。お前に俺の父を語る資格はない。残念だが忘れてしまったようじゃが、お前の父親が何のために犠牲になったか。眠ってしまえば痛くないわ。それだけ？それだけ？お遊びはもう十分かね。その目でしかと見よ、世界の再生を。奴らがあれを動かす力をすでに持っているとしたら、俺たちはどうすればいい？やはり一足遅かったが、激しい時空の波動を感じる。奴らは逃げた後だ。あのタイムエンジンを持ってな。タイムエンジンのパラメーターをもとに軌道に必要なオムニアムの量を計算してみた。奴らがそれだけのオムニアムを入手するのはほぼ不可能だ。一箇所を除いてはね。奴らがオムニアムエンジンを転送できるとしたら。その場所というのはハガードのことか。
そうだ、セントラルタワーのオムニアム蓄電池は今も飽和状態だ。十分奴らにオムニアムを提供できる。奴らに大量の人手と設備を送り込まれたら、今のハガードでは到底太刀打ちできない。ひとまずここを出よう。タワーにいる人物と連絡を取ってみる。最悪の事態を想定しておこう。この転送ゲートはエナジー切れだ。上の制御室に行って充電して再起動しないと。俺が制御室に行くから、みんなはここに残ってくれ。そう慌てるな。ざっと計算してみたんだが、転送ゲートは再起動しても30秒ほどしか持たない。つまり再起動してから30秒以内にここに戻る必要があるってことだ。また後でな。フランツさん、転送ゲートは再起動した。急いでくれ。了解。ヤスらは爆弾を設置したようだ。早く戻るんだ。幸運を祈る。フランツさん、生きてるかい？もう会えないかと思ったよ。今どこにいるんだ？オベリスクの底にある廃墟だよ。包囲されてタワーの最頂部と連絡が取れない。無事なら手伝いに来たよ。なるべく急いでね。随分遅かったじゃないか。でもまた会えて嬉しいよ。あなたが無事で本当に嬉しいです。手短に話す。タワーの最上部とはまだ連絡が取れない。ハガードの転送ビーコンも故障中。つまり上の状況は不明さ。分かった。他の方法を考えてみる。フランツさんのお考えは分かりました。ただ今あるエナジーだけではとてもこのゲートを維持しきれません。1秒たりとも無理です。フランツさん、お手伝いしましょうか？ちょうどいいところに来た。また新たな問題が発生した。転送装置の起動にはユーザー認証が必要なんだが、端末が故障してて識別情報が読み取れないんだ。端末がもう一台アイダのこの制御エリアにあります。危険を冒してでも
研究員を一人送り込んで認証を完了させねばなりません。認証エラー、認証エラー、これは今すぐ解決しないと。ドクター・トンプソン、今の状況は？非常にまずいですね。この設備を誰が管理してるのか知りませんが、もうめちゃくちゃですよ。守衛2名が一緒についてきてくれます。皆さん頼みました。早く撃退してください。認証成功です。急いでこの仕事を伝えてください。フランツさん、ドクター・トンプソンがユーザー認証に成功したぞ。これでひとまずは成功ということになるかな、ドクター・ホアキン。まだ転送設備の再起動に成功しただけです。エナジー供給は不安定なままですし、性能も完全には回復していません。油断は禁物です。ようこそ、はじめまして。君は誰だ？私はヴァルキリ、一人目の許しの天使、あなたの敵よ。本当は敵を増やしたくないんだけど。これが最初の関門よ。あまり難しくないといいんだけど。このエレベーターはもう使えない。でも通路を用意してあるわ。正しい順序で装置を動かせば上に行けるわよ。
よく来たわね。さて、これが第二の関門よ。勇敢さと知恵を見せてもらったわ。顔を合わせるのも時間の問題ね。第四レベルに通じる転送ゲートが開いた。サーガ様から撤退するようにとのご命令だ。やるわね、こっちの番よ。あら、賢い子ね。突破したようね。上で待ってるわ。ああ、やっと会えたわね。そこをどいてくれ。気をつけるのよ。面白い相手ね。でも戻れって言われてるから。今日は楽しませてもらったわ。残念だけど、また会いましょう。
行くな。この先は危険すぎる。奴がどこに潜んでいるかわからないからな。気をつけろ。見せ場は逃したが、終幕には間に合ったようじゃな。異常者め、何をしたか分かっているのか。異常者だと誰かが選択せねばいかんのじゃよ。お前は世界を破滅させるぞ。いや、わしは世界を救う。裁きの時を待とうぞ。最高傑作だったはずのお前がわしに背くとはな。お前たち全員がそれを望むか。ジーク、大丈夫か？シャーリーは？シャーリー、おい、シャーリー。きっと大丈夫だ。時空エナジーのコントロールがいつ崩れてもおかしくない。すぐにここを離れないと。いや、
それではダメだ。誰かが終わらせるべきなんだ。あいつを頼む。ジーク！お兄ちゃん、置いていかないで。一人にしないでよ。お兄ちゃん、ね、お願い。やっと来たか。シャーリーの意識は戻ったのか。意識は戻ったが、体が衰弱してる。しばらく休養が必要だ。博士、落ち着いてください。とっくに冷静よ。それとも何、落ち着いていたらいけないとでも。いえ、そういうわけでは。争うつもりはありません。ただ提案を検討してくれませんか。私、あなたたちを信じてたわ。でもその結果は。申し訳ございませんねえエルリック長官、最近ようやく気づいたの。あなたたちに期待したのが花から間違いだったわ。あら、あなただったの。今日は千客万来ね。気がめいらないお客さんは初めてだけど。話し合いはどう、うまくいったか。さあどう思う。いや、その助けてあげるのはシャーリーっていう子に免じてよ。あなたたちのためじゃないから。博士ありがとうございます。いいのよ。ただもう誰にも私と同じ思いをしてほしくないだけ。フランツさん、全員揃ったから今ある情報をもう一度説明してくれ。じゃあジークが消えた時の時空乱気流から始めよう。特性パラメータを解析したところ、ジークが別の宇宙に送り込まれてしまったことはほぼ確定だ。基地の宇宙と比較して今回の時空乱気流のスペクトルと最も近いのがベラと呼ばれる宇宙さ。ハガードは3年ほど前に初めてベラの緯度座標を特定した。そしてエクセキューターマークが率いる小隊が調査に向かった。ただ2年前、ベラの座標にズレが発生し、その宇宙との連絡は一切なくなった。でも今回の時空乱気流のおかげでベラの位置を再び特定できるかもしれない。フランツさん、お兄ちゃんはそこにいるよね。保証はできないが、その可能性は高い。ベラの位置を再特定してマーク小隊と連絡が取れれば。これについてはクレアちゃん、偉大なるドクター・クレアが力を貸してくれるよ。この分野ではクレアの右に出るもないね。喜ぶのはまだ早い。今は最善を尽くすとしか言えないわ。でも夢を見すぎないでほしいの。最後に待っているのは絶望かもしれないから、どうかお願いします。そしゃ、俺たちの和解と友情の証としてこれから。もう遅いわ。他に用がないのなら先に帰って、何かあったら知らせるから。分かったよ。じゃあ後でね。博士、感謝いたします。あれ、どうしたの。シャーリーの様子を見に来たんです。具合はどうですか。回復はまずまずといったところね。生体金属の拒絶反応はコントロールできるレベルまで減少しているわ。シャーリー、具合はどうだい。心配してくれてありがとう。体調はだいぶ良くなったみたい。たまには散歩でもしてみないか。この前、許しの天使の一人から通信があって、
私と話がしたいみたいだった。許しの天使には特殊な電波送受信機能があるの。ましては2対2のメガ闘技戦でございます。この試合の出場者はシーヤー、そして遅れてやってきた仲間。対するは昭和る兄弟のゴードンとバフィー。さあ試合は間もなく開始です。レディーゴー。勝者決定！シーヤとそのお仲間です。ダダダーン！勝ったわ！お疲れ様。我々の乾杯です。見ろ、誰か来た。面白いものが見れそうだな。あらあら、どなたかと思ったら。エイジス、私を探してたのはあなた。あなたは招待されていませんよ。でも来てしまったからには楽しませてもらいましょう。どんな技でも存分に披露してくださいね。退屈なのは嫌なんです。そうそう、夢の世界一緒にかかってきても構いませんよ。ミグリラに十分よ。はっ、私を甘く見ないで。やっ、は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 っ、持ちこたえて。隠してないで、早く見せてください。夢の世界、もう一度。運命を受け入れなさい。面白そうですね。なかなかやりますね。これで満足した？そんな。
さ、まだまだ足りませんよ。今度はあなたの体調がいい時に一戦交えましょう。ちょっと待って、新しい連絡が入ったみたい。オベリスク遺跡に向かえだって。フレイヤかな。さらに先にある山頂からはオベリスクが見える。フレイヤはそこにいる。順調に回復しているようだな、ネメシス。単刀直入に言おう。サーガ様からの伝言だ。ここまででいいよ。え、ここまででいいのか。うん、みんなの生活が元通りになって私嬉しいな。小さい頃、兄さんに連れられてここでよく星を見てたの。本当に行かなくていいの？いろいろありがとう。あなたと一緒にいるととても勇気が湧いてくるの。旅はまだ続くわ。これからもよろしくね。ベラ地区？確かに。最近久しぶりにこの区域からの信号を観測した。ベラであれ、このアーシャ大陸であれ、今のところは時空乱気流に押し流されて漂う木の葉のようなものだ。